元橋関西から1892年3月2日は、日本の地方管理、武蔵国豊島郡出身、下石寺村の河の元橋中蔵の子として生まれる。元橋家は野号を油屋と言い,い、当主は代々勝江門と名乗り油絞りをはじめ、飽きいを手広く言っていた。幕末から明治初年にかけて、 油屋の商売は年少1万両と順調で、1865年には長州政党に際して幕府へ250両を上納し、明字立脇を許されている。しかし、明治維新に至るまでの官政本人の自責はあまり伝わっていない。母親戦争に備え、1868年に組織された石寺農兵隊の中に名前が見えているくらいである。 廃藩地検により、東京府の管下に入った後、事業を、せがれの勝衛門に譲り、地域行政に携わるようになる。下石寺村は1873年に、東京府第八大区八小区の管轄となるが、関西はその古町から、県区長、区長と昇進し、軍区長村編成法のもと南豊島軍、ついできた豊島軍の軍長を務めた。この間、 学区取り締りや地疎改正係を兼務して、新政府の政策実施に尽力した。八百八十六年に一旦公職から退くが、後に東京府の農商課で内国官業博覧会の委員を務めている。八百八十六年に、せがれの勝ツエモを離縁する裁判を起こしている。勝ツエモは、生死業を起こして失敗したり、大金を継ぎ込んで東京府会議員になるなど、 財産の浪費が激しかった。鳩山和夫を大原人として争い勝訴したが、感性の死後に、家勢は傾き、元橋家は、中野へ移った。生活は質素で、人格は情け深く、学識もあり、人遣いが上手いと評されている。東京府豊玉郡市国立国会図書館近代、デジタルライブラリー北豊島郡市国立国会図書館近代デジタルライブラリー。 ありがとうございます。